a lot of people were really, confused and scratching their head of, why leave Tesla and go and focus on garbage? But, to me, this was your answer? Well, it's really, I think, trying to look at the future of knowing that that is going to be the majority of how all that material moves. And to me, it might seem like, maybe it looks like or sounds like science fiction, but if you imagine several decades or into the middle of the century, the whole fleet's electric, it's steady state, the recycling and reprocessing of those materials will be bigger than the entire mining industry today. And it doesn't exist. No one's invented it, the pathways don't exist, the business model doesn't exist. So that was what's so exciting to me. Right, so we can architect that. Yeah, and 普段意識していなくても、現代人の生活にバッテリーの存在は欠かせないものとなっています。スマホに始まってイヤホン、車の鍵、ノートパソコン、タブレット、医療機器、産業用、軍事用や宇宙用のバッテリーなど、上げればキリがありません。もしバッテリーがなくなったら、現代人の生活はあっという間に破綻してしまいます。その一方で、古くなったバッテリーが毎日世界中で大量に廃棄されています。バッテリーの成分は毒性が高く、発火の危険性もあるため、多くが埋め立て地に送られてしまう運命となってしまいます。地球が抱える問題は二酸化炭素だけではありません。実はゴミの埋め立て問題も地球環境にとっては大きな課題となっているのです。古くなったバッテリーの金属材料自体は、長く使ってもすり減ってしまったり、ガソリンのように消費してなくなってしまうということはありません。新品と何も変わらない品質を維持しているのです。ニッケル、コバルト、あるいは銅などのバッテリーに欠かせない材料の 95-98% はリサイクルが可能です。基本的に全ての金属物質が再利用可能です。しかもリサイクルによってバッテリーに何回でも使用することが可能です。テスラの共同創業者の一人である J.B. ストラボルは、テスラの CTO としてテクノロジー分野で最も重要な役割を果たしてきました。彼がいなければバッテリーおよびバッテリーマネジメントシステムは現在のレベルまで進化することはなかったでしょう。またテスラにバッテリーを供給するギガネバダ工場は彼の大きな活躍があったからこそ完成しました。2019年モデル Y の生産が軌道に乗ったのを見極めた上で、彼は次の目標を掲げてテスラを退社しました。2017年にバッテリーのリサイクルに取り組むためにレッドウッドマテリアルズをすでに設立していましたが、このスタートアップに全力投球するために退社したのでした。 EV とそのバッテリー、そして蓄電システムなどを開発してきた彼にとって、寿命を迎えたバッテリーをどう扱うかということは、バッテリーの開発同様に重要な課題の一つでした。彼はバッテリーシステムの製造、開発、そして大量生産に取り組んできたからこそ、バッテリーのリサイクルは避けて通れない大切な問題だと理解していました。また同時に、これは今後数十年における最大級のビジネスチャンスだとも理解していました。イノベーションを駆使して、今まで誰も大規模に挑戦することのなかったこの分野に飛び込むことで、将来巨大な富を築くことができるのです。寿命を迎えたバッテリー処理とサプライチェーンの問題を同時に解決することで、この産業を大きく変えていこうというわけです。レッドウッドマテリアルズはテスラのギガファクトリーと同じネバダ州にあります。工場ではすでに大量のバッテリーのリサイクルをしており、再生した原材料をパナソニックなどに販売しています。パナソニックはそれをテスラ向けのバッテリー生産に使っているわけです。 JB ストラボルはテスラに在籍していた当時から、バッテリーの供給がテスラの EV 生産に追いつかないという経験をしていました。そのため一時はテスラの期待に十分に応えられないパナソニックとテスラとの間で不仲説が出ていたこともありました。パナソニックはその後追加投資をして生産ラインを増設しました。しかしバッテリー不足は生産能力だけが原因ではありません。原材料の調達はもっと大きな課題です。今後世界的に自動車の電動化が加速していき、既存自動車メーカーと新興企業が EV を増産していきます。そしてテスラが年間2000万台に向けて進んでいく上で、バッテリーの原材料調達が最大のボトルネックになることはテスラにとっては明白なことでした。だからこそ2020年のバッテリーデーの時にはバッテリー原材料の調達についても触れたわけです。ではレッドウッドマテリアルズはどのように取り組んでいるのでしょうか。 J.
JB ストラボルが EV を世界に普及させようと15年以上も努力してきたからこそ、彼にはっきりと見えてくる問題がありました。 EV バッテリーの寿命という根本的な課題と、バッテリーのリサイクル、そしてサプライチェーンという業界全体から見た問題です。これを一つの線につなげることによって、最終的にはクローズドループを構築しようと彼は考えているわけです。ここでいうクローズドループとは、始めから終わりまでのプロセスが一つの輪になっており、それが終わることなく循環するという意味です。製造業においては、既に製品として使われたものを原材料として再利用することを言います。従来の流れでは、鉱山でバッテリーの材料を採掘し、それが加工されて製品として消費されます。その製品が寿命に達して最終的には廃棄されることによって、プロセスは終わってしまいます。しかし、廃棄されたものを再利用することで輪の形を構築し、その流れを永続的に循環させることを言います。持続可能な社会、サーキュラーエコノミーを実現していくために根幹となるコンセプトです。リチウムイオンバッテリーの市場規模について各種の予測が出ています。その中の一つでは、2021年の約500億ドルから2025年には約950億ドルになると試算されています。別の試算では、2028年には1980億ドル、およそ26兆円になると試算しています。その大半が EV の急激な増加によるもので、年間平均成長率は 23% 以上で、加速度的に成長することが予想されています。パナソニックはギガファクトリーで年間20億個以上のバッテリーセルを製造しています。現在このセルは全て北米向けのモデル3とモデル Y に使われていますが、この数では到底テスラの需要に追いついていけません。パナソニックエナジーの北米社長によれば、これと同じ規模の工場が北米だけでも最低でもあと4カ所から6カ所は必要で、グローバルでは20から25カ所が必要になると述べています。リチウムイオンバッテリーの主な原材料は、ニッケル、グラファイト、コバルト、銅、リチウムなどがあります。これらは南米、アフリカ、オーストラリア、インドネシアなどで採掘され、多くの場合中国に運ばれて精製されます。テスラの場合は、最終的に精製された材料がアメリカのギガファクトリーに輸送されます。材料が大陸間の長い距離を何度も移動するので、極めて非効率と言えます。そして、この原材料の採掘作業は、多めに見ても決してエコフレンドリーとは言えず、大量の二酸化炭素を排するだけでなく、環境破壊も深刻です。さらに、採掘は掘ってみなければどれぐらい生産できるかわからないという場合もあります。コバルトにおいては、児童労働など人権問題が悪化していると社会問題として批判の的になっています。鉱物資源の採掘は、安定した持続可能なビジネスというにはほど遠いのです。時間とコスト、そして脱炭素という意味でも全く効率的ではありません。さらに、これらの資源は石油同様に地球上には限られた量しか存在しません。採掘を続ければいつかは必ず枯渇してしまうわけで、長い目で見ればリサイクルは避けて通れないということでもあります。テスラも JB ストラボルも、近い将来極めて深刻なバッテリーの原材料不足に陥ることを懸念しています。それが自動車電化の大きなボトルネックになってしまいます。5年以内には原材料の供給がバッテリーの製造に追いつかなくなり、半導体チップ不足と比較にならないくらい大きなインパクトを与えると予測されています。EV の価格に占めるバッテリーのコストはとても高く、大きなウェイトを占めています。 EV の価格が高いのは、バッテリーのコストが原因と言って良い状態です。2021年の時点でテスラのキロワットアワーのバッテリーコストは132ドルと言われていました。モデル Y のバッテリーサイズ、75キロワットアワーで計算すると、1台あたり1万ドルになってしまいます。そして、バッテリーのコストが高いのは、原材料の価格が高いからです。バッテリーの原材料を安定的に供給し、コストを下げるためには、リサイクルは避けて通れない重要な課題だということです。レッドウッドマテリアルズのリサイクル工程は大きく分けて3つあります。第1の工程は、リサイクルするためのバッテリーを集積することです。第2は、それを分解して精製する作業です。この段階でそれぞれの金属に分別していきます。そして、最後の第3段階では、バッテリーの製造に使える品質になるまで精製していきます。そして、最終的にはパナソニックなどのバッテリー製造メーカーに出荷できるようにするわけです。昨年の時点で、レッドウッドマテリアルズは
1日60トンのリサイクル用バッテリーを受け取っており、それが大きく増加中です。彼らがリサイクルしているのは EV 用のバッテリーだけではありません。ノートパソコン、携帯電話、電動工具、モバイルバッテリー、電動スクーターなど様々な種類のバッテリーに対応しています。イーロン・マスクとともに世界一の EV メーカーを作り上げた JB ストラブルは、今度は世界一のリサイクル企業を作ることを目指しています。それが持続可能なエネルギーを実現するために不可欠だからです。バッテリーはリサイクルすることによってコスト競争力が上がっていきます。なぜならバッテリーのコストの大半は鉱物資源が占めており、リサイクルは鉱山で採掘するよりも100倍以上効率が良いためです。結果的に車載用バッテリーが大幅に安くなり、EV のガソリン車に対する価格競争力は圧倒的に増大していきます。レッドウッドマテリアルズのテクノロジーはニッケル、コバルト、アルミニウム、そしてグラファイトの 95% 以上を、そしてリチウムの 80% 以上をリサイクルすることができます。リチウムイオン電池のリサイクル市場規模は2021年の46億ドルから2030年には228億ドルに急成長することが見込まれています。バッテリーのリサイクルは見た目とは裏腹に実は極めて利益率が高いのです。レッドウッドマテリアルズはテスラの成長期と同様に現在は利益よりもビジネスを拡大していくことを目指しています。このスタートアップに対してアマゾンとフォード、そしてそうそうたる機関投資家たちが投資しており、バリュエーションは昨年9月の時点で38億ドルということです。またアメリカの大手小売業パナソニック、そしてアマゾンとビジネスパートナーとなっており、廃棄処分となったバッテリー製品を集めることに協力しています。特にアマゾンの場合は非常に多くの分野で事業展開するので、さまざまなタイプのデバイスが集まります。古くなったノートパソコンや携帯電話のことを考えれば、ビジネスのポテンシャルがいかに大きいかが想像できます。しかも実質的に競争はないに等しく、自動車電動化の世界的潮流や電力網、ピーク電源に対する大型バッテリーの需要などを考えれば非常に高い利益が見込まれます。その一方で原材料の採掘には限度があり、供給が追いつかなくなるのは明らかです。そしてリサイクルは採掘に比べて圧倒的にコストパフォーマンスが高い上に、まだ誰も JB ストラブルが目指すような大規模なスケールとは事業展開していません。バッテリーリサイクルはバッテリー生産量の 1% にも満たないというのが現状だと JB は述べています。今後レッドウッドマテリアルズは事業規模を数年で100倍以上にすることを目指しています。これは JB ストラブルによるブルーオーシャン戦略と見ることもできるでしょう。 EV 業界同様に参入するのは簡単でも、成功させるには多くのハードルを超えなければなりません。株式投資で最も大きな利益を得るためには、その産業がティッピングポイントに差し掛かる前にエントリーすることです。それは S カーブの入り口から投資していくことと言い換えても良いかもしれません。レッドウッドマテリアルズはまだ株式公開の予定は発表していませんが、将来的にその可能性があることを示唆しています。もし株式公開されれば、テスラ株を一部売却してでも絶対にエントリーしたいと思っている企業です。長期投資にはビジネスの展望とイノベーション、そして人類にどのように貢献していくかを学んでいくのが良いアプローチだと思っています。さて皆さんはこのバッテリーリサイクルのポテンシャルについてどのようにお考えでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。